はい、おはようございます。釣り子 TV です、8月もですね、各社から続々と新製品ルアー、発売されていまして、お財布が悲鳴を上げておりますが、一つですね、冬の間から出るぞ出るぞって、いつ出んのかなって期待していたワームが店頭に並んでいたので買ってきてみました。こちらデプスのテールスライダー、グリーンパンプキンチャートリュースっていうから買ってきましたよね。 2.2 インチで価格が1袋700円ということでございます。これね、ルアーニュースの動画とかでも奥村社長がこれを持ちながら開発の経緯なんかを語ってる動画があって、関東のタフなリザーバーとか、そういったところで大活躍させるようにということで、作られたワームっていうことで、非常にですね、期待度が高いんじゃないかなっていうか、まあ自分の行く釣り場にベストマッチだなと思って、亀山ダムなんかで、この手のやっぱりレッグワームとか、そういったののダウンショット、そういったのが、めちゃくちゃ釣れますからね。そういう時に、デプスのだとなんか結構でっかいボーンとしたワームが多いんで、まあブルフラット筆頭にですね、なかなか使いどころを選ぶような、ボリューム感のあるワームが多い中に、このジャスト関東サイズみたいな感じのこういったワームを作ってくれたので、早速ですね、見ていきたいと思います。よいしょ、テールスライダーってことですね。まず匂い、あー全然今までのとは違いますね。かなり匂います。このワームのために新しい新素材、魚粉とかをですね、なんていうんですかね、これ魚類成分を配合した、まあ新しい味と匂いが入った素材っていうことで、でまあ外見から見ても、あ、なんかちょっと味と匂い、なんかオイリーな感じっていうんですかね、見えるなと思ったんですけども、まあ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 いい匂いしますね。うん、で早速1個出してみたいと思いますが、こんな感じですね。頭の方がこうフラスカートがついていて、で下の方はですね、こういうキックテールがついていて、でここにですね、片方に2つずつこうピリピリ微振動、なんていうんですかね、ちょっとした動きが出せるような触覚みたいなのがついていて、注目なのがここのテールの付け根に丸いボールみたいな形状の膨らみがあって、そこからこの後ろのテール部分になっていく。でどうでしょうか、結構張りのある素材、もちもちしてるんだけどすごい張りがある素材、結構重そうに見えるんですけど、こう下を向けても垂れ下がることなくこの形をキープしてくれているんで、張りがあってめちゃくちゃ柔らかいっていうわけではないので、結構一旦動き出すと強くちっちゃいながら水を押してくれそうな、そんなテールがついております。ここのフラスカート部分ですね。で奥村社長の動画見てると、このワーム何なんだかはよくわからない、某有名人の人がこんな感じの作ってくれないか、手書きの絵で入って渡して、まあなんですかね、どういう絵だったんですかね、気になりますけど、まあこういう感じになった。でここのテールの部分は奥村社長のアイデアとかが入りつつ、ただ頭には絶対この手のフラスカートは必要だった。で主にダウンショットで使うことを想定して作られてるっていうワームで、
で、テールスライダーっていう名前ですよね。ここの T と S がその有名な人の頭文字を取っているっていうことで TS なんで、 TS のつく有名人といったら誰ですかね。つぶやきしろう、つぶやきしろうじゃないですかね。そんな感じがしますけども、ただまあ俳優さんで、まあ釣り好きということで、ヒントが出ていたんで、まあまあこれは反町隆史さんじゃないかなとこう思うわけですよね。あれなんで、あれやっぱりなんですかね、名前とかバッて出しちゃいけないんですかね。結構メガバスなんかでも琵琶湖のスペシャルモンスターサイズを仕留めるために、できた竿だ TS みたいな感じで、これもやっぱり反町隆史さんなんじゃないかななっていうふうに思いますけども、具体的な名前はどうなんでしょう、出しちゃいけないんでしょうかね。プロモーションとかでね、まあお金かかっちゃうかもしれないんですかね、なんかいろいろあんのかな。でも GTO な人が、これこんな感じで作ったんだぜって反町隆史監修って、これでね、あのテレビとかでバッタバッタと、でかいバス釣る動画なんか上げたら、またねバス釣りなんかも、光り輝く時代が来るんじゃないかな。まあ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 、ちょっと難しいのかもしれないですけどね、ちょっと分かりづらいんで、テールスライダーだと分かりやすいんで、このものをズバリあの GTO とかそういった名前にしてくれると非常にイメージがつきやすいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ本当このキュッとした、まあここから下ってこんな感じのサイズ感ですかね。でフックはやっぱりデプスっていうことで20番のフック推奨っていう風に書いてありましたね。20番だから結構大きめのフックで、パワーフィネスみたいな感じになるんですかね。まあ自分はちょっとあの普段レッグワームで使ってるようなセッティングでダウンショットでまずは使ってみようかなというふうに考えているんですけども、結構デプス特有のこのもちもちした素材が、レッグワームはレッグワームでやっぱあれゲイリー山本の素材でできているからマジックがかかってるなんていう風なイメージはありますけども、デプスのこのワーム素材ってのも全部いいですよね。あのブルフラットなんかも魚食いつくところなんかよく観察してると本当にモグ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 してますね。なかなか口から吐き出さない、こういった効果があるんじゃないかなと思いますんで、それでこのなんて言ったらいいか、もうレッグワームシルエットって言っていいんですかね、このレッグワームみたいなシルエットのワームデプス素材でっていうことで非常に期待できるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ実際に亀山ダムなんかで使っているのは匠付けにしたレッグワームですけど、こっちまあここまでの長さだと 2.2 インチなんで、本当一番使っているレッグワームの 2.5 インチとこのテールスライダーの 2.2 インチだったらボリューム感としてはもう大体本当一緒っていうぐらいじゃないですかね。太さもですね、もうそんな変わらないぐらいっていうことで、こんな感じで、でこのフラスカートがついていることによって、まあちょっとした違いがあるのかな。まあ、使いどころ出しどころとしては夏ですね、もう今台風なんかも来ましたけども、水温が一番高くなる瞬間にですね、川筋の中流域とかでこの手のワームがめちゃくちゃ入れ食いになる瞬間があるんですよね。何なんですかね、あれも全体的に水温が熱くなりすぎちゃって、表層でもないし底でもないし、もう投げて中層にごっそりこうバスがここしか居心地のいい場所ないって固まってる時があって、そういうところにダウンショットなりライトキャロライナリグなりで打ち込むとですね、非常に入れ食いになる、そういった瞬間がありまして、まずはそこで夏の、そうですね、今もう8月のお盆から9月の中旬ぐらいまでですかね、めちゃくちゃこの手のワームが入れ食いになるところがあるんで、そこでまずは実践投入してみようかな。早速ちょっと明日お休みが取れて亀山に行けそうだなぁなんていう日があるので、そこでどんな感じで釣れるのか、ちょっと久しぶりにですねダウンショットリグってこいつを、投げ込んできてみようかななんていう風に考えております。まあそんなにバカでかいのが釣れるっていうわけではないんですけども、とにかくですね、
いっぱい魚をかける、そういった釣りには非常に効くんじゃないかなっていうふうに考えております。単体でのじゃあ重さはどうですかね。じゃあこっちのテールスライダーですね、これの単体での重さ測っておきたいと思います。はい、テールスライダー何グラムでしょうか。あー結構重さありますね。 2.7 グラム表示しましたよ。レッグワーム単体だと何グラムぐらいなのかな。レッグワーム単体だと 1.8 グラムぐらいなんで、こっちは単体でおよそ 2.6 から 2.7 グラムっていうことなんで、まあ結構見た目は似てますけどね、若干こっちの方が重さがあるんでかっ飛ばしやすいかもしれないですね。ちょっとそこら辺は実際に釣り場で投げ比べてみないと分かんないんですけども、これはですね単体で 2.6 から 7 グラム1個あたり重さがあるっていうことで、ノーシンカーで使うことはないのかなと思いますけど、ジグヘッドかヘビーキャロライナリグの具、ライトキャロライナリグの具、もしくはダウンショット、まあ、そういった感じでいろいろ試してみようかななんていうふうに思っております。というわけでですね、本日はこちらデプスのですね新しく出たワームテールスライダー 2.21、 これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。